ひさしのべびこは、日本人話に登場する神。大国主の国づくりの説話において登場する。古事記によると、大国主神のもとに、海の向こうから小さな神がやってきたが、名を尋ねても答えず、誰も、この神の名を知らなかった。すると、引き返るのたじくひさしが、ひさしのべびこなら、きっと知っているだろうというので、ひさしのべびこを呼び尋ねると、その神は、 神結び人のこの証明彦なしんであると答えた。クエヒコ神社さらに古事記では、久し延べびとは、山田の祖ほどのことであると説明されている。山田の祖ほどとは、かかしの古名であり、久し延べびはかかしを神格化したもの、すなわち他の神、農業の神、土地の神である。かかしはその形から神のよりしろとされ、これが、山の神の信仰と結びつき、 収穫祭や正,正月に、かかし上げの祭りをする地方もある。また、かかしは、田の中に立ってついた地中世の中を見ていることから、天下のことは何でも知っているとされるようになった。神明の、クエビコは、ホうえひ体が崩れた男の意で、雨風にさらされて朽ち果てたかかしを表現したものである。また、 つえびこが展示たものともとれ、イザナギが、黄泉から帰ってきた後のみそぎでつえを投げ出したときに、生まれた船戸神との関連も考えられる。他の神、また、学業、知恵の神として信仰されており、ひさして神社や大宮神社抹茶、くえ彦神社などで祀られている。ありがとうございます。